巻いてたタイムスケジュールのまま今のところ僕何も聞いてないんですよ。あの本当ドタバタらしくて。なるほど、わかりました。じゃあ当日楽しみにしててください、うん、どっかしらには出るんでね、はい、森本さんは多分相当疲れる日になると思いますけどね、はい、出城はめっちゃ多いと思うんで、うん、僕それまでなんかどっかでフラフラします。本当抜け殻みたいな状態でお前と話すかもしれないけど。そうね、うん、ただ別になんかその補えるほどのあれないからな俺もそのね、お前疲れてそうだな、うん、じゃあ俺がいつもの 1.5 倍っていうことはできないからね、うん、毎回1倍だから自分で精一杯だからさ、ちょっといつもよりちょっとブーストかけて、うん、まあ 120% 出すとかはまあできるわけでしょ、うん、できないできないできないよ、空回っちゃうから逆に。じゃあもう頑張って100、これがベスト。あ、じゃあいつもこう安定して 100% 全力を出してるってことね。まあそう、まあ出した気持ち悪い。なんだよこいつ。出した気持ち悪いけど、まあたまに 5% の時とかあるからね出した気持ち悪いよ、気持ち悪いけど終わってみたらなんか 5% だったなみたいな時とか。 5% の時は今すぐ横になって寝ろ使い物になんねえから。平均 32% ぐらい出てる。 32% 出てるから100% の人がものすごい。平均で 32%。 そうそうそう、まあまあだからまあ頑張りますよ。だからまあ疲れてそう、スマホだったら黄色表示だぞお前電池のマーク。おーいいですね、そういうのバンバン出してくださいこういうのも出なくなったら終わりですからね本当に。いやこんなのまあそうです、僕のコンディション次第ですかね。そう、そねえ、だって今のが出なくなったらおしまいですよ本当に。いやでもたまに思うよ本当に、うんうん、こんなのさ、うん、もうその場で言うじゃん、うん、我々、うん、みたいな職業って、うんうんうん、出なくなったらどうすんだろうっていう。ああ疲れてってこと。疲れとか、まあ、老化とかさ、あいや、まあ、頭の回転がどんどん遅くなるとかさ、例えが出なくなるみたいな。なるほどね、僕あんまそもそも出してないから僕逆に衰えないずっとこれで老け顔みたいな。そう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 、もともと老け顔だからそのあんまむしろ若返ってくみたいな方。あなたそのバンバン出しちゃうじゃん、その、うん、黄色表示だぞとか出しちゃうでしょ。それが出なくなったらやばい。しかも今のその iPhone とかを知らないとダメじゃん。そうね、そういうのも遅れていくわけでしょ、うん、どんどん衰退していきますよね、うん、僕ずっとこれでいるから出したことないもん別に。そのなんか、あそうですか、うん、え、なんで誇らしげなのごめんなさい、なんでこいつ誇らしげなの。皆さんどう思うなんでマウントを取れたの。違う違う違う、なんかあなたが危機として言ったじゃない、それを。なんか何をどうしようかなと思ってんだよみたいな、思わないみたいな感じ言ってきたでしょ。危機としてっていうのは、うん、あの、うん、違いますけどね使い方。え、なんで危機としてっていうのは、うん、嬉しいって書いて危機としてる。そうなんだ、そう、危機感の危機じゃない、危機一発の危機じゃないんだ、うん、危機感を持って言ってたじゃないですか。あ、そうそうそう、じゃあそれで危機感を持ってこれでなんで誇らしげに言えたなぜマウント取られた僕は。だから要はあなたはこうなっちゃうのが怖いってことですよね。いやいや、言葉を間違えたりとか、うん、そのちゃんとした答えが言葉が出てこなくなるのが怖いってことでしょ。うん、まあ、そう、もともとやっちゃってんのこっち。もう怖くねえじゃん、もう怖くねえじゃんもう大丈夫じゃん。やっちゃえ、さすがに腹立たない。もうやっちゃえいいのよっていう、もともとミスってんだから、これ以上のミス怖くないっしょっていうことでね逆になんか老化が分かりやすくなっちゃう、衰退が分かりやすくなっちゃう。あれ森本さんに例え出さねえ、昔のものだったら今絶対うまいツッコミやってたってなっちゃうでしょ。もともとやんねえから何も。え、なんで山のふもとから説教できんの登ってるやつに向かってなんで山のふもととかもまだ出なくなったら終わりですからね何回やるのこれ何ループすんのこれ何を言ってもじゃん。すいませんすいません、お二人ともこのままでいてくださいっていう、うん、まあまあありがたいです こ,、はい、このままっていうか、うん、もっと成長したいですけど、うん、そうね、はい、うん、もっと早くもっとキレのあるっていうのがねベストですもんね、ツッコミとしては。まあそうか、ツッコミの人としてはそうですね、うんうん、あなた何なんですか何ですかごめんなさい、ちょっと何ですか、これはちょっと白黒発注させてください。白黒はいいでしょ。 あなたは何ですか、ボケツッコミな、どっちなんですか。いや分かりません何ですか皆さん歴史的瞬間です、ネオ芸人の誕生です分かりません、ボケでもツッコミでもない、なネオ芸人の誕生です皆さん。分からないでしょそんなもん、ふもとで他人にアドバイスネオ芸人の誕生です分かりません、何ですか別にいいでしょ何者なんですか、どちらでもいいじゃないですか別に
何なの、わかりませんよ、そんなこいつ何なの、わかりませんって、だからわからないんだって僕は。起きるんだろうな、誰のせい、それはあれだ、怒ったのせい。